皆さんこんにちは、チキンチャンネルの藤田です。お待たせしました、やるやるって言ってね、なかなか実現しなかったんですけれども、ホーム開催お散歩企画ホーム開催、実現します。11月の、27日にここはね江戸川放水路というところなんですけれども、東京メトロ東西線からね徒歩10分弱ぐらい5分強かなのところにある、江戸川のね河川敷でお散歩企画を開催したいと思いますので、皆さんね、ぜひご参加ください。青山ファーマーズマーケットに行こうかね迷ってた人ね、ぜひねこちらにも来てください。で青山ファーマーズマーケットに行かれる方もぜひね、はしごしてこちらにも来てください。よろしくお願いします。今ね東京メトロの電車が走ってるんですけれども、この川に向かって右側でねやりたいと思います。で一応ねこの角の方でやろうと思ってるんですけれども、バーベキューとかのねデイキャンプの方が多くあるんで、場所はね、当日に決めたいと思います。で、あのね角、あの建物が、妙殿保育園という保育園なんですね。別々は妙殿保育園のある、河川敷広場です。駅からね、歩いて来られる方は、線路高架のね右側を歩いてたらイオン側ですね、ちょうどね妙殿公園という公園に突き当たりますので、そこはねこの橋がかかっているので、公園を越えてこのこれ地下鉄の車庫につながる線路の橋なんですけれども、これを渡ったら着きます。で線路の左側を通ってきたらちょうどね河川敷にそのまま来れますので、そっちの方が来やすいですかね。どちらからもね来れますので、歩いてもすぐですので、ください。お車で来られる場合はですね、この線路の下、川に向かって左側にね、駐車場があります。でね横に、妙殿小学校という小学校があるんで、その横に、有料駐車場、確か1000円だったと思うんですけれども、駐車場があって、トイレもね、こちら側にあります。ただこちら側はねちょっとあの地域猫がたくさんいるので、僕たちはそのね線路を線路から川に向かって右側、こちらの方でねお散歩企画を開催したいと思います。河川敷のね駐車場もあるんですけれども、近くにねコインパーキングもありますし、イオンがあります。大きなイオンからね徒歩5分ぐらいですので、そこでね1000円とか買い物したら3時間ぐらいはね無料になると思いますので、イオンに泊められるのもいいかと思います。開始時間はですね、ちょっとゆっくりめで11時からね。で、ホーム開催ということで午後3時ぐらいまでね予定しています。日曜日ということでね、終わりの時間はね決めてないんですけれども、3時までは間違いなく僕たちいてますんでね、ちょっと遅れるって方もねぜひいらしてください、ね。夕暮れぐらいまでいることになると思うんですけれどね、のんびりしたいと思います。で、お散歩企画だけじゃなくてね、バーベキューが好きな人です。ただね、コロナ以降は、アルコールはやめてくださいっていうね看板が立ってるん でちょっとお酒はね飲めないんですけれども、バーベキューは自由でできます。近火はね禁止なんですけど、あとは釣りが好きな方、この江戸川放水路でハゼ、釣りができます。今ねこのボートでたくさんねハゼ釣りしてる人がいるんですけれども、ボート1日借りたらねちょっとお金がかかるんですけれども、あそこにねこの宿があって桟橋はね1日1000円でできますんで、結構ねハゼ釣れます。でね、この岸から狙ってるね人もたくさんいるんですけれども、今ねちょうど満潮で、満潮の時はねハゼ釣りやすいんですけれども、干潮になったらねちょっと釣りにくいのと、あと根がかりが多いです。気軽にやるぐらいだったらねこの岸からも全然できると思うんですけれども、ちょっと早めに来られてねハゼをちょっと釣るっていうのもありだと思います。バーベキューしようかなとも考えたんですけれども、おそらくね、わちゃわちゃしてしまいますので、僕たちはね、バーベキューはしないんですけれども、ね、バーベキューおすすめです。で途中ね、駅前には、ハンバーガー屋さんはマクドナルドしかないんですけれども、ハンバーガー屋さんであったりパン屋さんでね、イオンがありますので、そこでね、お弁当とかお惣菜とかを買ってこられてピクニックするのもねいいと思います。鳥とピクニックはね、鳥はね
ご飯を高いに行くのでなかなか大変なんですけれども、それはそれでね楽しいです。もしね悪天候とかで、中止になる場合は、チキンチャンネルの投稿欄、投稿画面でね、お知らせしますので、念のためね、晴れの時も、そちらをね、チェックしていただけるとね助かります。というのも僕はねこの前、ふれあい動物園さんの企画はね、前日に、コロナに感染してしまいまして、ちょっとね中止になって申し訳ないことがあったんで、一応ね、チェックしてください。よろしくお願いします。はい、ね、今回もゲストに、モギーがね来ますんでね、モギーに会いたい方そういう方いるのかな、モギーに会いたい方ぜひね、ご来場ください。僕はちょっとこの服着てねハンバーガー買うの恥ずかしかったんですけども、今日はハンバーガー買ってきたんで、鳥たちもね遠くにあれ遠くに行ってたので、これはダメです、ね、当日もこんな感じでねちょっと立ち食いしながら朝の企画をね進めることになると思いますんで、よろしくお願いします。葉っぱ食べたいで、油はダメ。はい、じゃあミルワーム巻いとくからね、これで我慢してください。はいはい、この間にこの間に僕はハンバーガーをいただきたいと思います。ビッグマック、ダメダメダメ、これはダメだ、ダメよ、葉っぱ食べといて、後で後で虫探そう、後でもう来ないな。こいつはもうね後であげるからな、後でドレッシング舐めたらダメなんだ、ドレッシングね、はい後でな。ハンバーガー食べておくのが前なんですけども、鳥たちが今お腹いっぱいで、まったりタイムに入ってます。ちょっと今アイちゃんが起きてしまいましたが、フーちゃんもねリラックスしてます。フーちゃんまったりしてるな、アイちゃんもまったりしてます。初のねホーム開催ということで、たくさんのね方にお会いできるのを楽しみにしています、ね、この子たち、ね、こうやってのんびりするとこをね、ぜひ会いに来てやってください、おさらいしますと11月20日、これはね青山ファーマーズマーケット、そして11月27日、ここね、妙典の江戸川河川敷でお散歩企画を開催しますので、皆さんまたその時にお会いしましょう。楽しみにしています。待ってるよーって。